皆さんおはようございます投資の隠れ家へようこそいらっしゃいましたこのチャンネルでは毎朝注目すべき業界のトピックスについて取り上げていきます今が投資のチャンスです AI とともにこの投資のチャンスをしっかりものにしましょう今回取り上げるのは昆虫食の関連株ですそれでは耳をかっぽじってしっかりと聞いていってください次世代フードへの関心が高まっている背景には世界的な人口の増加がある 国連によると世界人口は22年11月15日時点で80億人に達したとのことである今後もさらに人口は増え続け30年に約85億人50年には約97億人に増える見込みである世界人口の増加に伴い 懸念されるのが食糧危機だ農林水産政策研究所の2031年における世界の食料需給見通しによれば31年の世界の食肉需要は増加すると予測され牛肉では18年から20年の平均である6200万トンから31年には7140万トンへ豚肉は同1億630万トンから1億2130万トンへ 鶏肉は同1億490万トンから1億2780万トンへ増加すると見込まれるその一方で飼料の製造加工過程や家畜の肥育過程で発生する温室効果ガスは温暖化の原因ともなっており環境意識の高まりから従来型の畜産業を大きく拡大させるのは難しいまた飼料水資源の大量利用 農業をはじめとした食に関わる就労人口の減少なども問題となり将来的に従来の動物由来の食肉のみで需要を満たすことが困難になる可能性が高まっている安定した食肉の供給を維持するには食品に関するイノベーションを進める必要があるそこで 豆類や野菜などを原材料とした植物由来肉や動物細胞を培養して製造する培養肉が注目されているまた国際連合食糧農業機関 FAO が13年食糧問題の解決策の一つとして食品及び飼料における昆虫類の役割に注目した報告書を公表したことで昆虫食への関心も高まっている 昨年の世界市場に関する調査によると21年の代替タンパク質の世界市場規模は メーカーカ出荷金額ベースで前年比25.4%増の4861億円になったと推計する19年頃からアメリカや日本で食品大手企業食肉大手企業の参入が相次ぎ市場が活発化していると指摘しているすでに植物由来肉で一定規模の市場を持つアメリカヨーロッパが今後も順調な伸びを見せることなどを要因に 30年には3兆3113億円に拡大すると予測しているどう考えても今後は世界各国で進む培養肉急速に市場が立ち上がりつつある昆虫食への関心が高まりそうださてさて長くなりましたがいかがでしたか日経平均株価は全体指数でいうと長期 AI による株の買い時シグナルはすでに出ていますのでここからしっかり投資しをしていくのも選択肢の一つです このチャンネルの投資状況も今後お伝えしていきますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは今日も一日頑張ってくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな